とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。よう、冒険者協会へよ。おっと、そんなくだらないことのため天空の島から落ちてきた超超すっごい神剣を探してるんだ。平気平気。それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡って。平気平気。どこにあるか知らん。アルカディア遺跡、聞いたことない名前。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？ストーピー。情報。めぼしい手がかりを見つけられなかったな。戻ってきたか。何かわかったか。はあ。冒険者協会で聞き込みはしたけど。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした情報を仕入れてきてや、知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。本当か？そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。その通り、さすがだ。俺も一応騎士だからな。助かる。もちろん情報量についてはこ。へい、任せろ。A few moments later. あそこ見ろ、あの子が危ない。綺麗にしませんと。はあ、とんだ目にあったわ。あいつ。ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりこれぐらい朝飯前だ。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん君は命の恩人だもの。やったー。あ、でもそれじゃあよく聞いてね。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体に、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に入れたわい。でもこんなもん、旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ひひ。湖の城に六本腕、どういう意味だろうな。いや、戻ってきたか。そのよ、手に入れた湖の城に。謎解きか、ベタなこった。そ、湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は、おお、さすがだ。風車の羽はちょうど6。あとは簡単だ。3本の風車のうち神の像の近くにある2本が、残りの1本が守っているものこそお宝。Look at this dude.
うまくいくといいな。行こう。その風車のところまで行ってみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚。今回も絵がついているな。なんだ、もうダメだ、オイラは疲れた。とにかく今回もよろしくな。お前らが拾ってきたのた、なんだ、間違って拾った。もう真面目に考え。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこ。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の日。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。ん？あ、違った。はん、こいつはどうだ。おとなしく仕上がる。これで謎はすっ
それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。それじゃあ、はわっ、お、お、報告なんていらないと思うな。すぐに行かないとな。誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言って、オイラはただそで、いよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にし、アルカディアのお宝探しの旅へ出発。おとなしくしやがれ。きれいにしませんと。アルカディア遺跡ってここなんて。わかったぞ、深いぜ。ネズミだろ。ビクビクすんなって、さっさと行こう。仕上がれ。こいつはどうだ。任せてください。戦場のお掃除の時間です。さあ、これで間に合いますね。その必要はない。あとはこちらに任せてもら。お、勘がいい。イザードだ。砲塔団を代表して。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに。ふん、でもオイラは諦めないぜ。見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで。俺と違って。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。そいつらとはもうモンドの。もちろんすぐにおま騎士団だと。うわ、ガイアだ。ガイア、あとちょっとだったという。ほう、悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。え、お宝、今お宝がないって。やられた。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気だ。おとなしく捕まってたまるか。
なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをして。おい騎士、なんかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、分かった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残念するか。仕上がれ。こいつはどうだ。風と共に去れ。まさか騎士だ。約束はしっかり守ってもらうぜ。ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎない。冗談だよ。はっ、ガイア隊長。隊長、何？必要ない。こいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで。うーい、嘘つき、嘘だらけの悪人。騎士、ストップストップ。わかったわかった。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬独り占めしようと考えてただろう。でないと、なんで俺に報告もせず先にここに来たんだ。行こう。こんなやつもう知らない。まあまあ、ちょっと待ってくれよ。今回の件は二人のおかげで助かった。この件は夜を切り裂く勝利への不都合神剣。この黎明の神剣は俺個人が。黎明の神剣？そうだ。話のわかるパイモン殿にふさわしい剣だろう。まあ、俺がその黎明の。わかってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は。なあ、うん。今回の件は本当にすまなかった。で、それじゃ、俺は帰って奴らの尋問をしてくる。今日はここで失礼するぜ。